お疲れ様、スラッドです。今日はこちら今日スキュージャイアントやっていきます。さあちょっとね、ジャイ玄関今日ものすごい流行ってるんですけど、また新たなね、変なジャイが登場したのでやっていきます。で、まあ、このデッキは、まあ、誰が作ったとかわかんないんですけど、日本のね、はい、松本さんという方がね、使ってました。はい、でものすごく強そうだったので、パクッとやっていきます。まあジャイバルーン、ジャイスケラー、いろんなジャイ、まあなんだかんだね、ジャイ環境っていうのもあって、キョスケジャイですね。はい、キョスケなんでもいいやんっていうこのジャイともう一個なんか入れときゃ強いやんっていう話なんだね。今そうやっていきます。で、進化枠はザップウィザードね。なんか進化ザップも加砲されたものの、まあ言うて結局なんか、なんだろう、なんだかんだ、ニコスだし、初手に雑に切れるし、みたいなところがね、はい、悪くないのかなと思いますが、これなんか、だいぶしょっぱい流れだな。これはね、ウィザードの前にジャイつけても、その後、古虫からの、なんか、両サイえげつないカウンター来そうだったんで、一回守ることを考える。やばい。ガーディアンだけでけえ、そのガーディアンマジ救われた。いや一回このチャラにできたのは結構いいんじゃないですか。からの次だな。いやー、これまたガン虫あんのかな。一回回しまして、いやー、なんか何出しても損しそうな。待つか、あいつ多分ね、俺がユニット出して逆サイにケツエリゴレして全部無視したいんですよ。だから俺が出さなければ出せないいや、だから進化イズ持ってんだよな。相手進化イズをボイドでしばきたいな。いや、同サイ迎え撃ってれたら強いんだけどな俺。ちょっとバイハイ弱者感出しとくか。スタンプも押さずに。いや、まあさすがに来るだろこれ。いや、どんだけ。よし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 、はい、はいはいはい、こんにちは。で、逆サイケツエリゴレズーンからのズーンみたいな。あー、なんかボイド嫌だったか、なんか嫌だ、嫌だけにやばい、許してほしい。これまで強くない、なんかよくわからんけど、なんか、いいザップ。しかもキョスケがさ、なんか頑張れそうじゃん。そんなことない。あー、なんか微妙に残ったな、散らかってんな。これ相手のケツ取りと怖くない。え、マジお似合い師匠良さそうだな。知らんけど、さよならしよう。いいケアやちなみにボイド屋でウィザード解けます。さよなら。そんなに延命してくれたとこ申し訳ない。まあ適当にちょっかいかけて、進化ザップ貯めときたいな。え、素敵すぎるザップじゃない。まあなんか余裕こいてますけど、逆サイびっくりえりぐりたくね、レイジあるんでね、それだけ気ぃつけたいの。やめてー、マジで絶対延命してくるやん延命命すぎん。いやー、でも気をつけの爆で飛ぶんで。ちょ、延命、え、ちょ、何やってんの。やばいわそれ、読まれてた。え、なんか右進化すぎ、怖っ、マジで怖い。え、待って、ウィザード最強すぎる、何これイザードやば、マジ最強じゃない。え、これさ、右なん、俺どう考えて左行きたいんだけど。あ、もう右らしいわこれ、はい、だってあんなにさ、ウィザード咲いたやん、右しかないやんこんなん。あー、すんごいマッチョマッチョマッチョ。
こなんかすげえな、キョスケとキョスケの間に J おることある、すげえ1体サボってるでしょ。まあ、エディゴレ嫌いな人使ってください、ぜひこれ。はい。エディゴレはボコボコにできるそうで、レイヤー、まあ、ウィザード強いな、てか、まあ、ウィザードリトプリだな。なんか最近の流行ってるペッカとかもウィザードリトプリだし、なんかまあいろんなジャイもウィザードリトプリ編成いるし、なんかウィザードリトプリトリトン入れとけば、まあ正直デッキ完成するよねみたいな環境ではあるか。バブシャク、バブシャクなんて読むか分からんけど、ちょっとおもろい名前きたわー、ヤンキーすぎないですか。え、カンプ熱っ。え、これさ、マジ言ったら6ガードっすよ。もうジャイつけたら勝ちでいいんじゃないですか、俺。はい、マイティだけやめて。インフェー。いや、トリトンマジで。へばりつけ、へばりつけ、へばりつけ、いけいけいけ。いや、次よ、え嘘やん。インフェ文句、カッチカチやないですか。やっべ。4個装具みたいな。文句ちょっとこのデッキからしたらめんどいね。まあゴブリンか。ああ、あー、これなんかキタシャンか誰か使ってたな。いやー、インフェ文句か、カッチカチだな。まあ進化ビズいるもんな、相手も。てかスケゴブリンなんかおもろいな、めっちゃ陸メタすぎん、アンチすぎん、陸絶対ペッカに負けたやん、ホグでホグでペッカに負けたからそんな編成なってんだろ。いやー、文句、インフェか、これちょっと行きたくなるが、行かないが基地なのか。まあこっからだね。あー、まあ、マジきつい。インフェも文句もきついかんな。まあウィザードはまあ知らん。強すぎる。出せねえか。お、おつ。いやー。強すぎるそれ。え、でもワンチャン入ってね。ざっけんな、もう。え、インフェあったよな。もうマジでさ、無理じゃないこれ、勝てんの。メタオブメタすぎん？何これ？これ無理やん。いや、マジこれに関してやばいな。なんか勝てるプランがなかった。なんか相手の進化ウィズの延命がガチ勢すぎたのと、まあ文句きつかったし、うん、インフェもきつかったしみたいな。
あ、この人なんかロケコドリルみたいな変なドリル使ってる人よ。珍しいんだよな。で、インフェス。まあ、インフェス流行ってんな。まあ、ジャイ用か。もう一枚陸使い。からのダガーまで行くと、実はきついんじゃないか。ボーリーやめて。あ、マジでそう。なんかね。そのトルネボーラー、トルネロケット奉仕で気持ちよくなりたいんですみたいなね、デッキだった覚えがあったんだよな。すごい。マジで気持ちよくなることしか考えてないデッキだ。いや、ちょっと渋いよな。ちょっとどころじゃねえか。だいぶ無物。で、まあトルネもありますね。はい、トルネデリか。いや、引きこもるな。ザップ貯めたいな俺は。でも、うん、貯めたいがエリアの取ったんで取ってねえし。ふふふ、ざけんなよマジで。いや、無視だな。マジきついな。嘘みたいにきついんだけど。インフェが嫌だ。ボイザップで。え、そんな遠くまであんた歩くん。マジで、ね、来るよ。橋前ロケコトルネードみたいな。素晴らしいやつが俺にはわかる。それをしたい、したいがダメなデッキだろ。知ってるぞ俺は。マジ勝てんのかな。ワンチャンか。いざとサモンじゃないよ。インフェだな。進化ザップねえのがしょっぱすぎる。すんごいどっかで引っ張ってんな。その位置のドリル極めてんの。え、引きこもりすぎない。まあ、それが強えのか。なんかライトニングでナメプみたいな話じゃなくて、なんでラッキー。いや全然ラッキー。え、待って、 SK モルトに来た。これ本物か。スタンプでわかる。偽物か。いやでもデッキは本物っぽいな。いやなんかいたな、そんなデッキ。プレイでわかる、こっからの本物かどうか。あ、本物っぽい。勢いが違う。
いやー、どうなんですか。なんかクロンが、なんだこんなクロン。こんなクランにいるっけ、モルテンって。いやーマジで一倍タイムきついって。一番タイムきついって、しんどいって。まあ一倍なんでね、はい、仕方ないダメージで。これ相手はね、呪文ウッドだけっすね。ちなみに偽物か、なんかなんか今怪しいな。この SK モルテンはね、プロじゃねえな。いや、プロじゃない動きをしてんな、この SK モルテン。怪しい、怪しいな。この SK モルテン偽物だな。プレイで分かったぞ。答え合わせは後からすればいい。一旦勝つか。うん、ジョスケ。いや、だからポイもあんのか。あれ、じゃあ俺が知ってるリックとちょっと違えんの。いやー、これうまいな。回転がきつい。負けそうではある。イケイケどんどんすぎる、これ。え、答え合わせする。いや、多分ね、偽物です。本物やんけ。ごめんなさい。全然野生のモルテン、野生本物のモルテンだったら、え、終わってるやん俺のこの手札。そんなことある、こんな手札なことある。トリトンもリトプリもねえやん。天狗なんだ。相手の攻めもヤンキーすぎないか。いや、ヤンキー仕返したくもなるが、冷静にいっか俺は。ジャイナイトボンバーか、普通のジャイナイ。まあボイドかな。どうなんですかね。お、ジャイスキラか、雪玉だし。ボーラー的なドッキリがあるか。なんかこの形強そうじゃね。ちょっときつそう。いやー結構あいんね。いや、多分スケラっすねこれ。雪玉だもんね。いやー、スケラかー。スケラの受けとしては、まあ、リトプリだな。リトプリで、頑張れれば勝てる。これ、ケツニットなんか出した瞬間に逆サイくんな。でかい。どうせ合わせれると思う。多分このジャイに対しての巨助が強いんで、勝てるんだよ。ユニット対決。進化ボンバー来そう。え、
と未来見えてます。最強きた、これは止まらんぞ。ロスケの爆当たるんじゃない。ういそしてやだった、やべ。おい、さすがに。芝居中。芝居すぎて。おい、ナイス。この最後は守ればもう勝ちなんで、この辺にも出してね。もう多分スケラがあったと思います、ユキなんでね。まあでも、今日スケがちょっと強かったな、俺。マジジャイ対決強いな。キョスケ分。合わせちゃおうかな。じゃあまあ進化サイクルがやや遅いぐらいか。おい。さあこんにちは。いやーこれめっちゃ強いんだけどな。ボイドで行かれるんだよな。こんにちは。おお、もうまとめてね。一発惜しいな。一発惜しいな。ここで意外とアド取られてんのか。おお、喧嘩売られた俺今。喧嘩売られたってことでいい。売られてねえか。まあ、一旦守りからだよな。ウィザードボイドマジムズ。いやー、ここでジャイいけたら強いけど、あれだな、1枚タイムだといけねえな。めっちゃいいトリトンやるやん。えぐっ、えうますぎん。それは熱い。相手のトリトンによって楽で巻き込めた。えぐ。なんでもあり。死んがないと。カッチカチや、こいつ。カッチカチや。まあ、進化ウィズ、マジで助かったわ。まあ、2倍からだな。このデッキは。1倍タイム待ちたいな。さあ、サイド変えてきました。で進化ウィザードのサイクルね。まあゆっくり行こうかな。うん、まあ、相手のウィザード、なんかでかまあなんか悩むな。ジャイケツジャイさやってさ、相手の進化ウィズが邪魔なんだよね。悩んではいる。出しちゃってます。そうだな、正直。なんかもうすんごいことなってる。もう何がどうなってんだ俺。何がどうなってんのか分かんねえが、なんか悪くないことだけは分かんな。いやがつやつきた。キョスケいけ。ピチ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 。ういあぶねえ、間に合った。でかい。え、引っ張るよ。キョスケの爆はガーディオン来た。もう絶対勝った流れ。ザップだけでいけたわ。ボイドいらんかった。絶妙に残っちゃった。いやでもやっぱ形組んだら止まらんですよねと。はいはい、これまあウィザード無題なんだ。マジ強いよな。なんか俺が損した気分になるもんな、これ。
怖っ。もうこっから負けんの。嘘みたいな状況にはなっている。マジ嘘みてえな。え、そんな見えめられる。こっちもあんのかよ。おい、こっちもあんなら送ってこいよ。ねえんだな。ねえんだな。こっちはねえのか。こっちがねえんだな。やべ、ミスターゴタップ。さあ、え、待って、また来た、バブちゃん。コマジさんの最強ホグ来た。ガチきつかったな。文句ね。いや、リベンジだ。1倍か。チンパンすぎる。これさ、でも相手さ、守れんの？インフだから。いや、マジ結構あるよな。いや、でかい。あいつ危ない。さよならしよう。いやー、正直このダメージでかすぎるが、きつい。いや、インフェイザーの文句、化け物だな。まあ、勝ち筋はダメージを受けないことだな。あいつだな。まあ、リトプリがいかれんのは何でもいい。いや、熱い。あ、当たってない。ヘランチクリしてる。いや、まあ、だがそれでいい。正直そんな悪くない。分かった。じゃあいらねえよ。一生これでちょっかい出して。やべ、変な延命のせいで。いや、無理や。マジで勝てないやん、これ。文句ゲーか？クラロは文句ゲーって言われても否定できないですか？一旦捨てね。すり抜け。
うわい、リベンジ成功ぬるっとマジかよ、なんでウィザードが暴れたか。でけえな、パイナポー、パイナポー来たの、よろしく。んー、まあリトプリの時点で、おー、まあ、しっかり出してくれたよね。さあリトプにボイドマン、ジャイ、え、ミズロペッカ、いいのかパイナッポー切ってないかそれえ、ラッキー、ちょっといいかもしれない。ボイドゴースト2発とウィザード1発みたいな。あー、まあ透明なゴーストをでもさ、ボイドで削れたのちょっとでかいの。ケツペッカね、一応ジャイ、ジャイですけども、うーん、てかボイドだった、そういえば。え、そんなことあんの、やめて、いた、え、なにこれ、トリトン入ってんの、ペッカトリトン、ペッカトリトン、トリトンやばいな。ジャイどうやってサシャいいんですか私みたいな話してない。まあペッカあるから強気に攻めれるもんな。え、ペッカトリトンリトプリやばいな俺。めっちゃ強くない、え、間に合ってる、一応警戒だけして。いやー、このボイドいらんかったな、やべ、押してくれ、もうバザ、もうバザ、あっ、なーわーすぎるこれ、結構限界来てる。え、待って、スーパースターいない、ふふふ、いや、最強いたんだけど、それ耐えれんなら何でも耐えれるよ。こっからは、え、それ殴ったらもう終わりだ。すごいナイス。さあペッカトリトンね、まあでもキョスケいるから戦いやすかったね、ナイスー。さあということでキョスケジャイアントね、まあキョスケ結構ね、好きな人も多いカードなんじゃないでしょうかと思うので、まあキョスケジャイアントも皆さんやってみてください。ではお疲れ様でした、またね。